省エネの達人企業編。今回訪ねたのは福岡県福岡市です。博多鉄板純は地元で人気の鉄板焼きレストラン。九州の食材を使ったコース料理が人気です。今回の省エネキーワードはこちら、8分の4です。一体どういうことなのか早速調査してみたいと思います。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。今回の達人は社長の川原英二さん。ある設備の使い方を見直し、電力ピークの削減につなげた達人です。時刻は開店前の午前10時半。省エネキーワードを探すため厨房へ。するとエアコンのスイッチに注意書きを見つけました。厨房のエアコン設定温度を下げないよう呼びかけているんです。けれどこの取り組みは省エネキーワードと関係ありません。続いてトイレでは温水洗浄便座のコンセントが抜けていることを発見。待機電力削減の取り組みですが、これも関係ありません。省エネキーワードが何かわからない柏木調査員で、ちょっと時間が押してきましたので私、はい、準備で入らせていただいていいですか。あ、もうお店開く時間ですよね。もうそろそろ。ごめんなさい、はい、カウンターに設置している鉄板4台の電源を入れます。これがオープン前に準備したことです。今入りました。でも達人、こっちにも鉄板が続いているんですけれども、はい、こちらは入れないんですか。この後30分ぐらい開けてからもう一回入れます。達人は以前鉄板8台の電源を同時に入れていたため、それが電力ピークを上げる原因となっていました。そこでまず4台の電源を入れ、時間を置いてから残り4台の電源を入れるようにしたんです。1,2,3,4,5,6,7,8 ですよね、はい、今4つ入れたので、はい、もしかして省エネキーワードの8分の4とはこのことですか。では時間を置くことでどれぐらい電力ピークを抑えることができるんでしょうか。調査開始。お店にあるこちらの機器で消費電力を調べます。まず以前のように8台の電源を同時に入れ、消費電力を確認してみると42kW でした。続いて4台の電源を入れ、時間を置いてから残りの電源を入れてみると、今32kW なので、はい、先ほどより10kW 下がっていますね。時間を置いて電源を入れ、電力ピークを抑えることができました。電源の入れ方のちょっとした違いで大きな効果につなげる、まさにこれぞ達人の技。電力ピークを削減したほか、電気使用量もおよそ 6% 削減。その結果7万から8万円ぐらいの金額が月額で落ちています。調査終わりました。電力を使ってしまう鉄板ですが、目の前で焼いてくれるというのが醍醐味ですよね。たった30分の時間差で電源をつけることで大きな効果を得ていました。省エネの達人は電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。おはよう。あなたが働く街、今日も一日頑張って。電気という活力を街の隅々にみなぎらせて。こんにちは。あなたでにぎわう街、人と地球が共に幸せになる光り輝く未来のために、エネルギーを賢く上手に使いながら。ただいま。あなたが安らぐ街、暮らしに豊かさと潤いを与え続けてくれる明るい光に包まれて。おはようの街からお休みの街まで、電気を守る、作る、賢く使う、日本全国24時間電気のそばに私たちはいます。電気にエネルギーを注ぐ日本テクノ。